礼に習って次の格文の単語物と表すもの様子や動作を表すもの別の単語の下について文節を作るものに分けて書きなさい白いねいるねいるね白い様子犬名前が付録いる動作っていうか動詞 B 動詞東からね風がね吹くよ東よ名前からおまけ風名前がおまけ吹く動作兄はね姉よりね優しいね兄名前はおまけ姉名前よりおまけ優しいよ様子今日は穏やかなね天気ですね今日名前は付録穏やかなはいちごで様子で綺麗ない天気名前だよですおまけですおまけ次の文から複合を二つの言葉が結びついて一つの単語になったものを二つずつ書き抜きなさい問題をね問題をよ問題よすべてよ時を得よはい来た解くと終える赤鉛筆で赤鉛筆よでよ赤鉛筆赤いと鉛筆丸をね丸おまけこれつけたねつけようたよはいつけるにおまけのたはい工場でね流れ作業のねはい来た流れ作業ようのよう様子よう、おう、よう、見学してよう、はい。見学しまでが複合語。見学プラスするで、見学するっていう言葉に、言葉ようにような、ようてよう、いるよう。見学するが死になる手がおまけこれもきプラスおまけのたこれなんてもともと来るだもんね来るっていう動作を表す動詞って言うんだけど言葉が変化してるね来るにたがくっついた時には、来たりてとか昔は言ったけど今は聞いた連用形っていうのはまあもうすぐ習うはいこういう言葉にはするがくっついたのは大体そうだね運動する勉強する
愛プラスするで愛するをいちごに